どうもこんにちは。電子工作の続きを今日もやっていきます。今日は赤外線の送信処理で、サーバーにこのデータを投げてくれっていうのを投げたら送信するっていうのをやりたいんですが、ちょっと今回は多分途中までになります。なんで途中までかっていうと、これですね、これがアシンクウェブサーバーっていう、これですね、アシンクウェブサーバー、ESP アシンクウェブサーバーっていう、サーバー機能を使って、ウェブサーバーの方を実装してるんですが、こいつがすげえ癖があって、JSON を受信するっていうのがめっちゃ大変だったので、ちょっと時間がなくなりました。はい。で、じゃあやっていきましょう。で、ここにですね、はい。ドキュメントに JSON ボディをハンドリングするっていうのがあって、なんか簡単にやれそうな感じで書いてあります。で、Android JSON は、インポート済み、インクルード済みなので、AsyncJSON っていうのも追加でインポートする必要があるので、インポートします。で、AsyncJSON は、下がいいのかな？はい。まあ、ここにしておきましょう。ライブラリー読み込みなんで本当はこうがいいんですけどね。こっちも本当はこうなんで直しておきましょう、ついでなんで。はい。で次でアシンクコールバックをやってサーバーにアットハンドラーするというような形で完成なんですね。で IR センドの下に置きます。でアシンクウェブハンドラーをよいしょ、はい、こんな感じですかね。はい、置いてあげて、でここが、IR センドのポストにしたいんですが、まあ、IR センド2にとりあえずしておきます。はい。で、これだこうしてあげると、あれすら IR センド2に来た時にJSON を受け取る前提の API になるということですね。で、JSON とリクエストがもらえて、で、JSON はなんかこうすると、JSON オブジェクトに JSON が入るんですが、これドキュメントが間違っていて、このアンパサンドはいらないです。はい。で、ちょっとここでカンペを見ますけど、JSON オブジェクトいらないです。で、よいしょ。一旦今回は、文字列化してプリントするっていうふうにします。で、文字列化するのは、これ JSON オブジェクトっていうのは、前回やった、このダイナミック JSON ドキュメントとほぼ同じものなので、同じなのかな？シリアライズ JSON で、キャラの IR って渡してあげて、IR の長さ、配列長を渡してあげると、文字列に変えてくれます。で、そいつを出すと。で、来たときに、なんかこの辺で落ちると嫌なんで、ここで、IR センド2というのを受け取る形にしてあげます。あ、出す形にしてあげます。はい。よいしょ。で、これでサーバーにアットハンドラーですね。サーバーじゃなくてウェブサーバーだ。はい。ウェブサーバーにアットハンドラーをしてあげると、これで受信したJSON が文字列でバッと出てくれるはずということですね。はい。そしたら、実行をかけてみます。RDUE ので、よいしょ。はい。で、これですね。これで、マイコンボードに書き込みます。で、シリアルモニター開いておきます。そしたら送信する準備をしたいんですが、書いてあるな。はい。これですね。ちょっとちっちゃいかな。よいしょ。ダンプヘッダーはちょっとテストしてるときに作ったので、つけたのでいらないですね。ヘッダーを出すやつです。192.168.1.1.2.3 に、サーバーが立ち上がるので、IR センド2ですね。に対して、コンテンツタイプをつけてあげないと、どうやら、この新しく作ったこのハンドラーですね、こいつが呼ばれません。で、しかもここのコロンの後ろに1個スペースを空ける必要があります。これが分かんなかった。で、その後ろに D で、
ボディの中身というふうに書いてあげます。でこれで実行をかけてあげるともう大丈夫ですね。はい、 IR send 2に A の10っていうのが来てるっていうのが分かると思います。はい、これで OK で、これがですね、まあ、ここから苦労話なんですけど、コンテンツタイプの後ろを開ける必要はないという認識だったんですが、ここをこうしちゃうと全く反応がなくなるんですよ。で、これがここを開けてあげると大丈夫という仕様になっていて、でコンテンツタイプを見てるからなんですが、うん、よくわからないっていう仕様ですね。ここ開けないと A が切られてププリケーション JSON っていうコンテンツタイプだっていうふうに認識して処理がかかって、そこでコンテンツタイプが違うっていうので弾かれちゃってるっていうような状態でした。はい悲しい。でだいぶこの中のソースを読んで詳しくなりました。はい、ということで今回は赤外線のコードを JSON ボディで受信して、でそいつを流すまでは、流すのは次回やりますけど、表示するというところまでやりました。ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回、言い忘れがありましたんでちょっと訂正というか、ですね、 ESP アシンクウェブサーバー、最近新しくなってます。9日前になってますけど、アシンク JSON っていう、今回使ったものが更新されていて、この変更があるので新しくダウンロードして、よいしょ、ダウンロードしてライブラリーズの中身を置き換えてください。こいつを捨てて新しいものを置き換えるというのが必要です。そうしないと、コンパイル時にエラーが出ます。Android JSON のバージョン5を使ってたみたいなんですけど、今回の変更で、バージョン6を使うように変わってます。なのでこの置き換えを忘れないようにしてください。また次回。